スープはね美味しいね。なんかさっぱり、さっぱり塩味なのかな、醤油なのかな、わかんないけど、すごくさっぱりした魚介のスープで、そばがね、こうラーメンじゃない、そばっぽいね。なんだろう、おそばっぽい。スープが美味しい。スープあっさり味だね。味がさっぱりして。女子系いいんじゃないこれ。麺もちょっと変わってるね。さっぱり味。お、そばっぽい感じかな。そばとラーメンの間みたいなね。ラーメンでもないんだけど、そばでもないみたいな。その混ざってるみたいな。そばラーメンみたいな感じだね。あっさり味で美味しいです。あと198円のね、袋入りのね、野菜。ズッキーニが入ってるね。ズッキーニ入りのね、198円。やっぱね、袋入りのがいいね。ゴミが出ないからね。こういう容器ってさ、結構ゴミになっちゃうから、あんまりサラダはね、容器入りのやつ買わない方がいいね。そっちの方が安いし。これ昨日作ったグミジャムね。グミジャムを、あの食パンがねなかったんで、この黒糖ロール、ここにこうつけてね食べてます。これね、せっかく作ったからね。ダブルソフトがね好きなんだけど、ダブルソフトがなかったから黒糖ロールにしてみました。美味しい。グミもね渋いんだけど、これ抗酸化作用があるからね、体にいいかなと思ってね。たくさん取れたけど身が小さいから。少ししかね、あんなにいっぱいあったけどね、ほとんど種だからグミは。おいしい。ジャムにすると結構食べれるね。匂いが、このね、グミのジャムの匂いがね、トマトみたいな匂いするね。トマトジャムみたいな感じ。すごいトマトの匂いする。魚介のね、スープなんだけど、アサリとかが入ってるわけでもなく、エビが入ってるね。エビとか、これなんだ、豚肉？スープが本当になんか、魚介のね、貝の味がするね。でも貝は具に入ってないっていうね。アサリとかそんな感じのね、スープの味がするね。めっちゃさっぱり味。全然くどくない。